フランチェスコ三世ゴンザーガは、フェデリーコ二世とマルゲリータパレオロギトの息子で、1540年から亡くなるまで、イタリア屈指の名門ゴンザーガ家の当主として、マントバ公、モンフェラート公であった。フランチェスコ三世は、父が死んだ時は、わずか7歳にもかかわらず、1540年7月5日、マントバ公となった。成人するまでは、 母親のマルゲリータと後見人のオジエルコレとフェルダンテが国を治めた。皇帝カール5世は1543年6月28日にジョニーを許可した。この機会に皇帝のいとこでフェルディナントの娘カテリーナと婚約した。結婚式は1549年10月22日、フランチェスコが16歳になった後に行われた。 しかし若い二人の結婚生活は短期間となった。配偶者がマントバに到着した数ヶ月後、公は湖の冷たい水に落ち肺炎を患った。療養中若い公は再発に耐えたが亡くなった。カテリーナはオーストリアに戻り、広告は弟のグリエルモンが継ぐこととなった。ありがとうございます。